ある女性スレミンがストーカー被害を受け、相談のためにスレに現れます。スレミンたちは親身に相談に乗ってあげますが、最後に思いもよらぬ展開が待ち受けているのでした。一人の女性スレミンが職場の上司のことで相談を始めます。その内容は、職場の上司から新人歓迎会の席で、可愛いねやタイプだよと迫られ、さらには名前にタンをつけて呼んでくるといった気持ち悪いものでした。この相談をし始めたスレミン、通称相談民は、上司は酔っているのだろうと思い全く相手にしなかったのですが、相談民は上司にメアドを勝手に登録されてしまうのでした。相談民もなぜこのように言い寄られているのかが全く分からず、恐怖で怯えてスレミンたちに相談するのです。この相談にスレミンたちは相談民を心配します。スレミンは相談民に、周りに信頼できる人はいるのかと質問をして、女の子の友達ならいると相談民は答えます。0時を過ぎた今もメールはどんどん来ており、メールの内容は気持ち悪さに定評のあるスレミンたちでも引くぐらいの内容で、書くのはやめておくとのこと。まともなスレミンは会社のセクハラ相談室に相談することを勧めると、相談民は会社にセクハラ委員会があることを思い出し、今度相談をしてみようとするのでした。しかしメールの着信拒否は上司の逆ギレが怖くてできていないとのこと。どんなメールか気になるスレミンはメールの内容を相談民に聞き出します。相談民は上司からのメールを晒し、その内容は返事くれるまで朝まででもメールするよや救急車のサイレン聞こえるという相談民の家の近くにいることを匂わせる内容や、相談民たんが使った割り箸持ってるよという気持ち悪い内容が5分ごとに送られてくるのでした。上司の気持ち悪いメールの内容にスレミンたちも驚愕します。想像以上に気持ち悪いメールの内容に、メールをしっかり保存して明日会社に相談をするようにと、スレミンはガチアドバイスをするのでした。相談民はアドバイスをしてくれるスレミンたちに感謝を述べ、明日会社に着くまでの辛抱と思い、なんとか乗り切る決心をします。しかしこれはネタだろ、常識的に考えてという常識を持つはずがないスレミンにより、勝手にネタと決めつけられるのでした。他にも戸締まりや警察に相談するべきというアドバイスをするスレミンや、スタンガンや催涙スプレーの準備、胡椒や小麦粉を顔面に投げつけたり、もし追いかけられたらビー玉やパチンコ玉を地面に撒いて嫌がらせをしろといった、普段やばい奴らばかり相手にしているスレミンたちならではのアドバイスをするのでした。相談民はスレミンたちのアドバイスに感謝を述べ、実行してみるとのこと。この最中にも上司からのメールは相変わらず続いており、その中には相談民の家の近くにいるかのような内容もあるというのです。相談民は律儀な文章を書き、その文章から心優しい人物であることが伝わってくるのでした。相談民はさらにメールの内容を公開し、カーテンはピンク、外見て外、この道はあまり車来ないね
といった相談民の家の近くにいることが暗示されており、さらにこの投稿の最後には、おーいおーいとはっきり聞こえると書き込まれているのでした。上司が家の近くで相談民を呼んでいるという相談民のかなりヤバい状況が伝わり、スレミンは身の安全を守ることを勧めます。相談民は続けて投稿し、おーいおーいとはっきり聞こえます。どうして自宅がわかっ、相談民の書き込みが途切れたことにスレミンたちは震え上がります。相談民の安否が心配でスリだと願うスレミンたちも数多くいるのでした。相談民の最後の投稿から50分後、スレミンたちは深夜2時半を過ぎても相談民を待ち続けます。そしてついに相談民がスレに帰還し、大丈夫ですと一言だけ投稿します。相談民の登場に沸き立つスレミンたち。しかし相談民の投稿が無機質じゃないかと疑い始めるスレミン。確かにこれまでの相談民の礼儀正しい文章とは違う人物のようにも感じます。これにより大丈夫ですと投稿したのは相談民ではなく、ストーカーをしている上司なのではないかという説が浮上してくるのでした。さらに相談民の ID で投稿は続き、寝ました、心配いらんと、やはり冷たい文章で、男が書いたような文章で投稿されます。この投稿によりスレミンたちの中で相談民の携帯でストーカー上司が書き込んでいる説が濃厚になっていくのでした。その後も相談民の ID で投稿は続きますが、すぐに姿を消し、スレミンたちは恐怖に襲われ、真相は闇のままスレは終了するのでした。一人暮らし女性がストーカーに会うという胸くそ悪い実況スレでした。書き込みが途中で消え、その後はまるで別人のような対応になった相談民。あなたはこのスレは実際に起きたのか釣りだったのか、どちらだと思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。